カビンダ州はアンゴラの地方行政区分の一つ。コンゴ共和国とコンゴ民主共和国に囲まれた飛び地でアフリカの南西海岸にある。面積は7290平方キロメートル、州都はカビンダ。カビンダ州は4つのムニシピオに区分される。沖合は世界的にも重要な石油生産地域であり、アンゴラ内戦時、カビンダは内戦の被害から巻き込まれずに済んだ。 カビンダの他の経済は、熱帯林地帯で年約8万トンの木材を輸出。コーヒー、ココアを産出し、林鉱石を産出。油やしも栽培されている。この地域の創始国ポルトガルの植民地支配が弱まった1960年代中頃より、カビンダでは、反政府ゲリラ組織のカビンダ解放戦線イコール、カビンダ軍、ファクが存在し、カビンダ共和国として、 分離独立を宣言しており、外国人の誘拐やゲリラ活動等を繰り返している。2003年5月以降、同組織幹部が相次いで政府軍に投降しており、組織として弱体化していたが、未だに政府側との平和的な話し合いには応じず、小規模ながらゲリラ活動を続けている。カビンダの分離独立を目指すカビンダ解放戦線の旗及び、 カビンダ共和国の暫定期2010年1月9日には、サッカー党合代表が同組織に襲撃され、3人が死亡するという事件も発生している。カビンダを舞台とした作品に、ペペテラの小説、マヨンベがある。ありがとうございます。